シノビズムゲーミング桃地です。ハイタイです。さあ今回はパーシバル来ましたね。来ましたね、パーシバル。これ見た目がねかっこよくて、うん、炎帝と呼ばれてまして、はい、まあ、炎のキャラクターですね、はい、このキャラの使い方を、そうですね、攻略本日は、はい、やっていこうかなと思います。これはどういう性能の、はい、キャラクターなんですか、コンセプトと言いますか。そうですね、まあ、パーシバルはグランと同じようにこう飛び道具とこの対空技っていう割とこうスタンダードな、はい、格闘ゲームで結構よくある、そうですね、まあ、波動拳、昇竜拳というコマンドの技を持ってるスタンダードなキャラで、まあ、スタンダードなキャラなんですが、はい、まあ、割とこうリーチがすごいですね、これ、はい、画面のこれも半分ぐらい、はい、まあ、ジャンプ攻撃も結構下に強かったりとか、これはその主人公のグランとまた全然違うところですね。そうですね、グランよりもちょっとリーチが長めで、うん、その代わりちょっと動きがちょっと重いというか、はい、機動力が少し低いと、うん、どっしりしたキャラクターっていう、うん、とこで、まあ、割とグランを使った方ならすんなり入れる使いやすいキャラかなとは思いますけど、使いやすいキャラクターに入れるというか、まあちょっと重いので動きが、はい、そのあたりをちょっとグランとは差別化した特徴で、はい、そのがリーチが長い、リーチが長いというキャラですね、はい。主力の技といいますか、まずどういう技を使っていくのが強いんでしょうか。はい、そうですね、まあ、やはりこの飛び道具は非常に強力なので、はい、こういった中攻撃、タッチ中攻撃からもうキャンセルで出したりとか、まあ、連携ですね。これはあの画面端、端でも届くんですか、相手に。端は、このように弱、中はなるほどなるほど、こんぐらいなんですが、このキャラクターのためっていう行動がありまして、下下攻撃で、おこのようにあの特徴的な、はい、あ、位置ってなんかつきましたね、ゲージの下に。キャラクターの、まあ、そのゲージの体力ゲージの下にあえて最大ね5回まで、へえ、はい、これちょっとまだ特殊ですね。まあこう上限超えるともう5以上はたまらないんですが、なるほど、この状態で、おお、はい、すごい。そうするとこう数字が減るんですけど、なるほどなるほど、はい、まあ、飛び道具とか、まあ、このあもう全ての下さとか、はい、必殺技が強力になるという。へえ、これも面白いですね。はい、面白いですね。ですね、これもあの強で貯めると一気に5を貯まる。あ、すごい。はい。まあ結構開幕、まあ試合が始まって、はい、すぐにこれを出して、まあ5を貯めて、そこからこう。そうですね。基本的には強を出していくのがおすすめって感じですか。あ、そうですね。まあちょっと時間的には、あ、長いです。はい、長いので、はい、隙は大きいんで、まあ隙を見て貯めるという、まあ、開幕貯めるのはおすすめですね。そうです、一気に有利になると、はい、一気に貯まるので、うん、はい、ちょっとそのコンボ、基本的なコンボとかはどんな感じですか。まあ、基本的なコンボは、まあ、まあ他のキャラも一緒ですが、はい、こう弱弱弱から弱中強から、はい、まあ、この中の昇竜拳に、昇竜拳ですか、昇竜拳につなぐのがまあおすすめですね、まあ、これで画面端に、はい、一気にこう画面を運べるので、運べる、その前進してから出すのが、あ、そうそうですね、特徴でいいですね、特徴なんで、はい、割とこうパワフルに画面を運んで、はい、まあ、追い詰めたらいいんじゃないかなと。じゃ基本的にはこんな感じ、はい、このコンボですか。このコンボを使っていけばもうバッチリです。なんかその連携とかありますか。連携は、はい、竜巻コマンドで出せるこの突進技が、お、はい、あるんですが、ここからの派生が追加入力で、追加入力です。いろんな技が出せるんですね。コマンドを出して、これ弱攻撃、はい、これ下段中攻撃で強攻撃と。これどういう違いがあるんでしょうか。これはまあ、これはまあ下段のタッチガードできない、タッチガードできない攻撃で、はい、まあ、割とリーチがあるので、強いですね、はい、いきなり下段を出せるっていうことですね。そうですね、突進からこのように、これ非常に強いですね、はい、周りを詰めて下段を出せると、はい、で特におすすめなのはこれですね、中攻撃で派生が出せる、はい、こちら側のガードさして有利、こちら側が先に動けるので、なるほど、ちょっと弱攻撃を押してもらいますね、はい、ガードの、この、はい、一気に攻め込めると、攻め込めるんで、これももうかなりおもむろに突進して、これでもう有利なんで、すごいですね、はい、ほんといろんなことができる。そうですね、飛び道具とかを打ちつつ、まあ、このリーチのある技を巻きつつ、うん、まあ、これをキャンセルで出してみてるんで、あ、なるほど、はい、これ強いな、かなりこうトリッキーというか、トリッキーなんですけど、もうかなりまっすぐシンプルに強いなという、うん、そうですね、かなり攻守ともに非常になんか性能がいい技が揃ってる、バランスはいいかなと。ただ、弱と強はガードされるとこちらが不利なので、はいはい、じゃあ基本的には中を、はい、やるのがおすすめ、おすすめと。
ですね。なんかその応用コンボ的な、はい、これはなんかできると大ダメージ奪えるぞみたいなコンボありますか。まあこう相手を端に追い詰めて、まあこういった大丈夫ですコンボをしっかり浮いた相手に下中から、はい、開放下中攻撃から解放がこういうのがまあ入って、まあ、大ダメージ画面端限定だとこういうコンボが入りますよと、いうことですね。いう感じです。はい。じゃあちょっとこういう感じのテクニックを踏まえて、はい、対戦、そうですね、ちょっと実戦の方がね、まあ、シンプルなキャラなので分かりやすいかと思いますん で、まあ、ちょっと実戦編ということで、はい、対戦しようかと思います。お願いします。はい、じゃあいきましょうか。はい、さあ実戦の方にゼタ入っていきたいと思います。はい、さあこれはね、最初は開幕は、はい、やっぱ貯めたいですね。パワーアップで、パワーアップを、はい、途中で止められるとあのように、そうなんですね、ちょっと相手をよく見て、はい、っていうところですね。ゼタはこの端から端に一気に届く飛び道具があるんで、うん、ちょっとパワーアップがしづらいキャラに入るのかなという、はい、そうですね、あれで止まってるとこですが、さあ、リーチの長くでチクチクと、はい、いいですね。さあ、これは画面端に運びつつ攻めていくと、はい、結構ね、この大攻撃、確かに大攻撃、ほんと長いですね、はい、長いね。お、あれがたまらないです。さあ、お互い奥義が使える状況ですね。残り一発当たると KO というところですが、何を狙っていくのか。おお、空中投げ、空投げ、なかなかゼタ戦貯めれないですよ、ね、そうですね、はい、やっぱり相手キャラ次第でちょっとこのどれだけこの貯めるという技が使えるかどうかが変わってくるというところも考えながらという感じでしょうか。これ強いですね。あの連携は強いですね。さあ、これが、はい、これ先ほどトレーニングモードで説明されていた、はい、ガードされて有利になる下さですね。さあ、これ、なるほど、おー、いいですね。カウンターから立ち強で牽制しながら、はい、突進技の有利フレームを、うん、取るのを狙っていくと。まあ、これがね、シンプルながら強いですね。強いですね、はい、やっぱ制圧力が非常に高いんで、あえて動きづらいですね、こういう感じでやると。このリーチが長い、まあ、パーシバルならではの戦略ですね。さあ、切り返して、はい、おー、うまい、空中コンボをつなげてきました。さあ、これですね、はい、これ強いですね。画面端だと特に相手下がれないんで、そう、先ほどから、はい、空中技からのコンボが非常にうまい、はい、おー、なるほど、これがね、豪快ですね、これ強いですね、はい、攻めが終わらないですね。まあ、長い技で牽制しながら、うん、あの技でキャンセルをして攻めていくと、はい、なるほどですね、非常に素晴らしい、いろいろと技紹介していただきましたけども、相手シャルロッテということですね。どういう感じの狙いですかね。そうですね、まあ結構貯めれるんじゃないかなと、最初は貯め、おお、なるほど、はい、素晴らしい、まあね、貯めると、はい、技が性能、4回性能がいい技を打てますね、はい、そうですね、5回、あと3回打てますね。やっぱりそのリーチが長いんで、はい、うん、その小回りがちょっと引きづらいとか、そういうところもあるんですか。まあ、そうですね、なるほど、動きも遅いので、こうやってまとわりされると、まあ、結構苦しいものがあるから、なるほど、まあ、そこはこう寄らせないように、寄らせない昇竜拳で、まあ、切り返し心がけると、
さあお見合い状態ですが、さあ端から逃げれましたよ。これリーチの差がすごいですね、この対戦は。そうですね、このように1回貯めることもできるので。なるほど、はい、このように貯めて、こうやってこまめに貯めて飛び道具を、はい、性能上げていくと。これはシャロット的には結構近づきづらそうな感じですね。うん、ただ1回近づかれると一気にピンチになってしまうので、まあ、とはいえね、結構この無敵技もあるので、まあ、これをいかにうまく打つか、切り返しとしては、まあ、まだマシな方なのかなと。さあ投げていいですね、はい、攻めが通ってますが、あれは当て身ですかね。当て身ですね、はい、当て身うまく使ってますね、相手のシャルテの方。さあ体力負けてますが、うん、奥義を使える状況なので、さあ飛び道具で、おー、はい、うまい、飛ばせ落とす。さあこれは有利か。うわー、はい、飛び道具が非常に強いですね、機能しましたね、相手が近づけずに、うん、もう手堅い戦法もやっぱ得意なんですね。そうですね、まあスタンダードにも戦えるのでバランスがいいですね、うん。